夢ラジオ第5492回、今日は令和5年9月12日火曜日です。時刻は午後6時、横浜港北、火曜日の夕方となりました。西の空、茜色の光残っていて、まだ空は明るいんですけど、もう夜が始まりますね。吹き込んでくる風も涼しいです。さて、夢ラジオ、今回は保守の経済政策は格差拡大、こんなタイトルでお話しましょう。保守の経済政策は格差が拡大しますというお話です。ですから、この点から考えると、保守ですと名乗りながら格差をね縮めますなんて言ってる人多いでしょう。ってか、大部分の日本の保守論客ってこうだよね。だからこれナンセンスなんですよ。もちろんね、日本風の保守っていうのがあってもいいし、日本風の保守っていうのがあってもいいし、その世界はいざ知らず、日本では保守っていうのは格差を縮めて、ね、弱者に寄り添う、そういう勢力なんですっていうのはあっていいんだけど、それならそれで自分たちは世界の保守とは真逆やってるんだっていう、その意識は持っとくべきでしょうね。世界の保守の流れは、小さい政府、そして市場に任せることはもう任せましょう。規制は緩和して、それで減税しましょう。政府は小さく、公務員は少なければ少ないほどいい。国会議員もそんなに数がいらない。そして今までの歴史とか伝統とか慣習とかといったような知恵は、市場、マーケットですね、マーケットを自由にすることによって、その価格、そしてその取引量に如実に現れますから。そしてそれは誰も設計も計画もできないので、今までのね、価値観を、そして歴史や伝統や時間性を重んじる保守は、マーケットに経済は任せましょう、できる限り。ですから、アダム・スミス経済学、古典派経済学が、保守の経済学なんですよ、原理はね。で、その結果格差が出る、いいじゃないですか。そしてその格差は嫌だ、どうですか、その格差は嫌だ、みんな平等に得なければならない、これが社会主義ですよね。で、社会主義嫌なのが保守なわけでしょ。だから格差が出ていいんですよ。だからね、何度も言いますけど、保守を名乗りながら格差を縮めるとかって言ってる人多いんですけど、それ世界標準で言ったら、あるいはもしそれを英語で喋っていたら、相手は困惑するはずなんですよ。この人保守って言ってるんだけど、なんか言ってること社会主義なんですけど、みたいな。どうですか、これ。日本の保守の論客の。なんか、格差拡大とかって言って、なんかそれが悪みたいに言ってるけど、保守の経済政策は、格差拡大なんです。それを新自由主義と呼ぶんなら呼んだって構わないと思いますよ。あるいはリバタリアン経済学って言うんなら、それはそれでいいでしょう。でね、誤解してほしくないんだけど、じゃあ格差が拡大して弱者を突き落とすようなことをするから問題なんであって、格差が出た後、つまり競争して市場に任せて、で差が出てきますよね。で、勝った人と負けた人が一時的に出来上がるでしょう。その負けた人が再びチャレンジしたり、あるいはその負けた人が路頭に迷ったりしないようなセーフティーネットを考えましょう。これがだから保守の経済学。フリードマンはね、主な著書としては、資本主義と自由っていう本があるんですよ。資本主義と自由、フリードマンの。これ翻訳も出てますよ。で、その中で、負の所得税というふうに言って、あまりにも低いと、所得税、所得が。あれ、所得がなかったらもう給付しますっていうね、政府の方から給付しますっていう、ベーシックインカムみたいなことを唱えてるんですよ。で、それはその競争があっていいし、市場に任せるべきだし、政府がいろんな補助金出そうとするから、特定の
特定の貧しくもない人たちだけが潤って、これがレントシーキングじゃないですか。だから農業の保護なんかダメだと、保守の経済政策からするとね。あるいは最低賃金を定めようとか、こんなも全然ダメと、関税をかけようとか、こういうやつ。逆で規制を緩和して、減税をして、ね、減税をして、そしてできるだけ民間の活力を引き出し、政府は市場を、労働市場も含めね、労働市場を含め市場を歪めないようにするっていうのが保守の経済政策なんですよ。でその結果格差が必ず出てきますから、その格差に対してはさっきの負の所得税でもいいし、もうそれこそベーシックインカムでもいいし、何かそういうのを考えよう。こうだね。これがいわゆるトランプが尊敬している、アメリカのトランプ候補が尊敬しているレーガノミックスって、これですよ。サッチャリズムもこれですよ。ある意味中曽根イズムもこうじゃないですか、日本の。だからそれで日本ではJR も民営化されてよかったでしょ。あのまま国鉄でよかったんですかね。ゾッとしませんか、組合、国鉄の労組はね、結局今の立憲民主党の支援団体ですよ。まだあるっちゃあるんですよ。昔の国鉄労組のなんか慣れの果てみたいな、そういうグループっているはいてね、それが立憲民主党、あ、なるほどと思いませんか。枝野さんなんかこういうのに関わってるはずですよ。立民ってこういう党なんですよ。労働組合をバックにというけど、その労働組合の一番ひどいところが立民に行っちゃってるわけですね。国鉄とか公務員とか、あるいは日教組とか。だからもう学校の教育なんかもむちゃくちゃなのはこういう理由なんですよ。日教組がやってんですよ。県立高校だの、私立中学、一律中学だの、なんやのかやのなんてところでね、ひどいですよ、学校教育は。格差があるからこそこの世は素晴らしい。倒産があるからこそ資本主義は素晴らしい。つまりダメと判断されたものがきっちりなくなってくれる。逆にダメなのにね、みんないいと思ってないのに、誰からも支持されてないのに、ゾンビ企業みたいにずっと生き残るのが社会主義なわけでしょ。だから倒産は素晴らしいんですよ。格差も素晴らしい。受験もそうでしょ。大学受験の格差が出るからみんな受験生頑張るんでしょ。でみんな結果が一緒だったら誰が勉強するんですか。みんな東大行けますせと、あれ慶応も行けますせ、誰が勉強するんだ。そんなんで格差あっていいじゃないですか。格差素晴らしい。それが資本主義。なのにね、日本の保守って、なんか格差拡大がなんか悪みたいに言ってる。それ社会主義じゃないですか。あなた保守って言ってませんでしたか、普通。そこら辺気づかない。で、それを、例えば英語に直して、世界の保守と喋ったら、ものすごく、ずれてくるんだけど、そういうずれも気がつかない。だから、日本の保守は、日本国内に留まってる、なんかガラパゴスなんだよね、実はね。夢ラジオ、今回は保守の経済政策は格差拡大。ありがとうございました。